今年に入って10キロ痩せた方がいます。あ、もう早速ソロさん、すめちゃめちゃ、これ どういうダイエットしたんですか。これあのそうですね、ちょっと体調崩したのもあるんですけど、はい、あとはあのツアーとか回ってる時にライブですごい消費するんですけど、いつもそれで食べてたんですけど、それを我慢するようにして。なるほど、はい、あの僕あの実は最近ここ数年で20キロ太ったんですよであのプロフィール写真と全然違くなっちゃって、なんか ないですかね、いいやっぱツアーとか回ったりしなきゃダメですかね、これ。あ、回るチャンスないですけど、回るのは早いんですけどやっぱりチャリとか。チャリ、あ、チャリ乗られてるんですか。乗ります乗ります。チャリ僕持ってないんで、じゃあチャリ買います。買います、買ってください、はい、皆さんもぜひチャリンコ乗っていただきたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。さあということでございましてですね、ここからはですね、裏エピソードは番組をご覧の皆さんにも参加していただきたいなと思います。これから登場する裏エピソードはクイズ形式となっております。そのエピソードクイズをですね、ニコ電を使って視聴者の皆さんにお答えいただくということになっております。それではね、ニコ電の説明を私持ち前の滑舌の嘘でしたいと思います。ニコニコ電話は携帯電話で生放送の出演者と直接お話することができるプレミアム会員限定のサービスです。パソコンで利用するには事前準備が必要です。詳しくは画面裏説明文をご覧いただき、ニコピン電話の準備をしてお待ちください。はい、そしてですね、なんとクイズに正解した方にはこれはレアでございますよ、サイン入りチェキプレゼント。はい、こちらでございますのでね、皆さんぜひ、答えていただきたいなと思いますけど、ちなみにプレゼントで当選された方はですね、スタッフからメールが届きますので、パソコン携帯電話でメール受信フィルタリングを行っている場合はニコ生アット2番号.co.jp、 こちらをですね受信できるようにしていただきたいなと思います。さあそれでは裏滑舌のって言ったのにね、裏プロフィールクイズに参ります。まずはですねこちらでございます。はい、アンジさんはホニャララマニアということでございまして、この問題に答えてくれる方はどしどしお電話ください。はい、ニコ電スタート。さあかけていただきたいなと思いますけれどもね、コメントの方で皆さん答えねしてる方書かないでくださいね。うん、せっかくだからボケてください。きっと突っ込んでくれると思いますのでね、大喜利感覚で、大喜利感覚でいきましょうね。みんな恥ずかしがってるね、はい、これは。あ、エロちょっとあえて僕読まなかったんですけど読みましたね。そこは読んでいきます。そこは読んでいきますか。結構エロ多い。エロ多いですね。否めないところはあります。否めないって言っちゃダメじゃん、アンジさん、はい、さあ皆さんどんどんボケていただいてね、分かった方は電話をね、下ネタとか多いですねこれね。惜しいのありましたね。惜しいのありました。焦点っていうのは惜しいの。あ、なるほど、もうちょっとヒントもね、はい、ずつありますけれど、さっき答えも出てました。あ、答え出てました。答えは皆さん伏せといてよ、お願いしますよ。さあ来ました、もう来た、すごい。もしもし、もしもし、つながりましたよ。お名前を教えてください。ゆうたです。ゆうたんさん、ゆうたんちゃん、ゆうたちゃんだ、ゆうたちゃん。はい、ゆうたさん、ゆうたちゃん、はい、マーテンロンペラさんと電話つながっちゃってますよ。お電話ありがとうございます。めちゃめちゃびっくりですね。え、そのには意外と声冷静ですよね。ゆうたちゃん、いいですよ。じゃあゆうたちゃん、今からですね、問題ね、はい、アンジさんはホニャララマニアという問題をですね、30秒で、はい、強いですね。おそらくですね。ええいや、おそらくじゃないです。強いですよね。あのリアルにあの格闘家の方には勝てないと思うんですけど、あのこの業界ではちょっと負ける気がしないです。なるほど、わかりました。ここでちょっとスタッフさんの指示が出まして、私と一戦交えるということになります。マジかマジか。じゃあちょっと待って待って、これあの事務所的に OK ですか。気持ちを落とすか。 OK、 ただ言っときますけど、僕高校時代野球部のエースでございますけど、ガチで言ってしまいました。マジか。もう二度とこの特技言えなくなりますよ。いいですか。これいいですか。行きましょう。いいですか。はい、うん、誰かこれ、あ、審査員です。ゴー、うん、あ、痛い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 。めっちゃ強いじゃないですか。あの、うちの事務所にパッションやらっていうのがいるんですけど、あれは全然強いっすよ。これはすごい、間違いないですね。腕相撲なら誰にも負けないと、いうことでございましてですね。はい、ということで、裏プロフィールクイズでございました。さあということで、もうあっという間にね、エンディングの方に
突入でございます。はい、ですね、そういうね、あっという間にエンディングに突入でございます。すごい来ておりますけれどもね、じゃちょっともうちょっと短い時間でございましたけれどもね、ちょっと感想の方を一方ずつ聞いていこうかなと思いますので、じゃあ綾部さんからお願いします。はい、ニコニコ動画これからもっとたくさん見たくなりました。今日はありがとうございました。はい、パソコン7台もあったらニコ動とかも見てくれたし、そうですね、これからもっと見るようにします。もっと見るように、はい、わかりました。プレミアム会員よろしくお願いします。はい、はい、さあそしてヨウさん。はい、そうですね、今回初めてのニコ生さんの方出演させていただいて、ありがとうございます。それでそうですね、僕のあの顔文字あるんですけど、顔文字してる人、ヨウさんの顔文字があるというか、よく使う顔文字があって、はい、知ってる人、知ってる方書いてください。それこれちょっとね、一回ね埋めてもらいたい、この画面。それで、ちなみにどれどれ、お手本見して。あの可愛いやつでしょ。いたいたいた、これね、はい、埋めて埋めて、これで埋めて、したらヨウさん高まるから。はい。さあ、来た、今来た、来た、はい、ヨウさん来たよ、来たよ、もう十分、十分です。ありがとうございます。いや、ヨウさんやりたいこといろいろ仕込んでますね。わかりました、ありがとうございます。またぜひお願いいたします。さあ、そしてじゃあソロさんお願いします。すごい楽しかったんですけど、コメントですごく他のメンバーがエロエロとかドエロとか言われてたんで、そうですよ。ちょっと僕も言われるように頑張りたいと思います。そっち頑張っちゃうんですか。そっち頑張っちゃう。じゃあ次回はエロキャラでお願いいたします。はい、はい、さあそしてじゃあユウさん。はい、本当出演させていただいてありがとうございます。月一でお願いします。ぜひぜひ。その場ではちゃんと僕ブログに書いておきますから、お願いします。ちゃんと来てくださいよ。お願いいたしますね。さあそしてじゃあアイスさん、アンジュさんお願いします。はい、見てくれてありがとうございます。で、僕一芸人マニアとして今日は星野さんの MC 周りがすごい素晴らしいなと。今日からありがとうございます。嬉しい、今日からファンです。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。チェックさせていただきます。じゃあ次回は2番目に星野拓哉好きですって言ってもらえるぐらいに頑張りたいと思いますので、はい、ありがとうございます。チェックします。さあじゃあユーザーの皆さんはどうでした今日の感想は。さあ4秒後ぐらいに来ますからね、これ。うん、888、紳士。うん、楽しかった。このユーザーさんの声がこれ運営さんに届きますからね、皆さん。アーライってちょうちょいあるんですけど、あれなんですか。後で説明します。後でまた説明だ、後で。はい、面白かった、楽しかったということでございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。さあ、そしてここでですね、お知らせの方がございますので、はい、じゃあソノさんお願いします。はい、まず7月6日にニューシングル、メジャーになった初のシングルが、出ます。はい、タイトルはヘリオスです。ぜひ聴いてみてください。あと、夏に透明版ツアーでビヨンドザヘリオスツアーを回ることになりました。うん、7月の29日新宿ブレイズ、8月の3日名古屋エル、8月の5日と6日 2days で大阪ファンジェートワイス、回りますので、遊びに来てください。そしてもう一つ、はい、新しくイベントが決まりまして、Vlog フェスティバル来たこれ、2011、これに、参戦することになりました。日付は10月の23日でまだ先なんだけど、みんな楽しみに待っていてください。はい、ありがとうございます。すごい、もうちゃんとツアー行くところがかっちり入ってるのが素晴らしいなと思って。8月3日どこでしたっけ、ヨウさん。8月1日は名古屋の絵です。まさかの、ありがとうございます。ああ、ヨウさん、まさか、さすがでございます。でですね、7月6日発売のヘリオスでございますけど、本日1日より、ドワンゴ JP で先行配信開始でございまして、なんと本日ダウンロードした方には抽選でサイン色紙がこれプレゼントされるということでございますので、ぜひダウンロードしていただきたいなと思っております。はい、ということで本当ユーザーさんもまた出てくださいって書いてありますので、ぜひまた遊びに来ていただきたいと思います。ということで本日もね、視聴してくれた皆さん、会場に来てくれた皆さん、コメントをくれた皆さん、ありがとうございました。本日のゲスト、マテンロペラの皆さんです。